田中が西野屋に惹かれた。日本語が面白い。人が人を引くって何？いつだって引くのは車両なんよ。ちょっと田中がアウってダメージ食らってるもおもろいし、野安さんの転がり込んでくる体勢も避けてる月島もおもろい。全部おもろい。そして来ました、私が思う個人的に配給の中で最も面白い描写はどこですかと聞かれたら、私はここと答えます。いいか翔陽、今本編で大活躍の猫間のリベロ森助くんはな、俺と大地さんを足して2で割らなかった感じの人だ。すげー。一体誰を足したん？ロック様足したやろ。サーブ同時に5本くらい余裕ってテニスの王子様や。